皆さんこんにちは、ゆうづきしろです。はい、今回もドラゴンクエスト11の時間にやってまいりました。すごいね、固く閉ざされてるけど、どうやって行くんだろうか。でもやっぱり元盗賊だけあって、きっと何かしらするんじゃないかな。さあやってまいりました、神殿。あ、やられてるよ兵隊が。どうした、おいおい、どういうことだこれは。兵隊が倒れてる。一体誰かこんなこと。かなりの量だ。ん、風が吹いてるよ。ん、あ、地下に行くやつが。どうしたんだろうね。あー、琴切れてるんだ。じゃあ全員死んでるってことなのかな。なんかさ、宝物とかないかな。不謹慎極まりないから。なんかこんな広いところでさ、いくぐらいってもおかしくないけど、ないか。まあ地下室に行くところがあるだけな感じ。そこのなんか上に乗ったりとかもできないもんね。うん、よし、じゃあまあとっとと下がよ。早いとこやっちゃわないと酔っちゃうから。あ、コウモリ、びっくりした。敵かと思った。あれ敵じゃないんだ。ぴょーんぴょーん。結構守ってたんだね、ここ。 兵隊の方々が。あ、くしゃみしちゃった。盛大なくしゃみ。あ、ん、なんかあれ、煙のモフモフした方がいる。なんか一番最初に倒した敵と同じ。あ、敵だこれ。あれじゃん、いたずらしてたやつじゃん。あ、ホイミスライム、ホイミスライム倒したい。ホイミスライムから盗んだらさ、きっと薬草だよね。ゆずきしろはまずこう。あー、そうだ、さっきのベッドのとこで休んでこればよかったな。なんかセーブだけして休むの忘れてたわ。まあでもレベルは上がってくれるかな。レベル上がったら全回復できるからね。特に何も盗めないか。あ、そうか、回復してるから。あ、痛て。でもな、どうしようかな。やっぱ盗、うん、1個は盗む。なんか B と A の位置変わったよね。こっち B の先攻撃してて、あれ違った、あれ A だったっけ。なんかさっきピョンピョンって入れ替えたような気がしたけど、まあいいや。こっち攻撃。あ、ホエミだ。いいね、ホエミ。あ、そうだ、ゆずきしろホエミ覚えてたから、ホエミで回復もありかも。盗めないか、このカミュのね、空気感。いけ、何も盗めない。カミュの本当役目って言ったら盗むしかやってないけど。そうだそうだ、呪文があったわ。そう、薬草を使わなくてもこれで回復できるわ。うん、なんか上行けるね、そこ。お、ん、なんか怪しいぞ、こんなところに。外、あ、外に出れるんだ。なんかもしかしたら外出ないといけないことでもあるのかな。こっちの方になんか敵がいるけど、インプか。ちょっとこの先ちょっと軽く見たら、さっき上上がれるとこ行ってみようか。さあインプからはね、何かするの、素材がいただけそうな気がするの。あー、ホイミか。ちょっと盗みよ。お、やった、魔法の小瓶か。これありがて。まあでもやっぱり一回はね、盗んとかないとだから。間違えた、 A に攻撃しとけばよかった。よし、これでまず1匹。あ、インプ、これで OK。 さあオーブが、でもなんか盗まれてそうだよね、もう。あー、ここ一応行き道あるの。あ、やばい。ホイミにやられちゃった。最初の1匹ぐらいはちょっと倒してから神のあれにしようかな、盗むにしようかな。うん、まずは行って数を減らさないと。さて、ここでね、カミュが C に盗む。で、ゆずきしろには B を倒してもらおうか。うん、こっちね。あ、ホイミね、攻撃しても回復されちゃうっていうとこだね。
一回は盗みたいな、ホイミスライムからも。さあ攻撃、あしぶといね、やっぱ2体いるからお互いを回復し合うって感じだね。何もお、来た、ゾーン状態だ。これで神もゾーンになったら盗めるぞ。そんなうまくいく。お、来た、来た、ありがとう。連携、お宝ハンター、これでね、何としても盗みたい。 100% 盗めるのかな、これだと。かっこいい。お、いいね、キラーンって感じ。あ、ん、スライムゼリー、おー、やった、初めてのスライムゼリー、ラッキー、ありがとう、よかった。お、ホイミスライム、おお、さらにスライムゼリー、これは助かるね。素材は本当嬉しいから。だって多分さ、スライムピアスとか作るのに絶対必要になるんじゃないかな。多分あのレシピかなんかでスライムピアスとかね、きっと覚えられると思うから、もう絶対定番だもんね。外に出たけどロードが走ってるん、あ、外部って感じ。でも絶対宝箱とかさ、ありそうな気がするんだけど、ここら辺は特にね、うん、ぐるっと回ってになるかな。ね、ここら辺は、あ、素材だ。よかった。やっぱ来てよかったね。獣の皮。この上は登れないか。裏に回れるかと思ったけど。ここまで。もしかしたら別のところにも亀裂があって、そこからまた外に出られるのかな。あそこも多分行けないだろうね。じゃあ帰ろう。さて、じゃあね、このまま、まあ道なりに行けばきっといいんだろうね。さあ行ってみよう。あそこインプ3匹もいる。レベル上げにもちょうどいいし、倒しちゃう。よし、あれ、インプ2匹だ、3匹だと思ったけど。で、神はやっぱりね、ちょっと盗みたい、うん、あ、でも魔法の小瓶だったっけ、インプからは。一応ちょっと盗みつつやろう。あと1回ぐらい。そんなね、運よく盗めるのがな、やっぱり。もうほんとやっぱね、ゾーン状態になるのが 100% 盗めるって感じになるのかな。でもやっぱ気になっちゃうから1回ぐらいはなんか盗んでおきたいよね。盗めない。今回も神はね、やっぱ空気みたいな存在でした。さて、経験値、美味しいね。あ、やば、残ってる。2匹か、22な感じだったのかな。3匹しかいなかったような気がしたんだけど、もう普通に倒しちゃおう。あ、やだ、 B にしちゃった。 A にしてれば一旦で1匹殺せたかもしれんけど。よし、さあやっつけてくれ。 OK、インプもね、ポイントが結構、ポイントとか経験値が結構美味しいね。ここは宝箱とかも特にないしか。ポイント、あ、インプが結構いる。何もないもんね。あ、インプだ。倒すんだったら、あ、あれ、モフモフしたのいるよ。モフモフしたの倒したい。これこれ、この敵。どんなやつ？ギズムじゃないのね。スモークか。どうしようかな。ホイミスライム、うん。またスライムゼリーが欲しい。ホイミスライム。くれない？あ、やばい。どんなの液だ。痛い痛い。これはちょっと痛いな。お、魔法の小瓶か。スライムゼリーが良かった。もしかしたらレア素材なのかな。回復してるか。じゃあ神も攻撃しよう。ホイミスライム、よし、 OK。 あとはスモークだけで、そろそろね、ちょっと回復しとこっか。ゆずき白、うん、自分は回復。調子に乗ってるとね、そう、炎の息でやられちゃうから、次は神を回復してあげないと。スモークも盗もう。ゆずき白、大丈夫か神。よし、オッケー。じゃあもう一回盗む。
も住めないかな。死んじゃう？スモーク。あ、そうだよね。スモーク。いけ。ダメか。死んじゃう？やっぱ2発くらいだね。ちゃんと神が攻撃すればの。ね。多分結構早い段階でやれるんじゃないか。あ、やっぱここからも外出れる。うん。多分さ、こっちの方にもさ、素材あるところがあるんじゃない？それか宝箱があるかもね。さっき行けなかったとこだよね、きっと。裏側のところ。ね、ちょ、ぐるーっと回ろうか。ここは？特になし。いやー、結構酔ってきそうもん。皆さんね、どうでしょうか？酔ったりしてないかな？ほんと、3D 結構しちゃうから。あ、宝箱だ。よかった。やっぱあったね、宝箱。お、力の指輪。あ、力の指輪か。いいんじゃん。じゃあさ、ちょっと湯月しろを、どうしようかな。金のネックレスを力の指輪に変えようか。まあ、攻撃力が1個上がるんだ。結構上がるね。うん。で、あとはね、神。アクセサリー持ってないから。金のネックレスにしよう。守備力上がる。うん。あ、持ち物がいっぱいか。じゃあ何かと交換だね。あ、薬草。うん。よし、オッケー。そっか、アイテムいっぱい出たかね。スライムゼリーがいらない。うん。これをね、道具袋に渡しておこう。よし。いいアイテムゲットできて嬉しいな。宝箱もちゃんと取れたし。さあ、戻ろう。できればな。あとなんか、1個2個ぐらいはスライムゼリー欲しい。あ、光ってる。もらえないかな、このスライムから。やっぱ神の器用さが上がらないとって感じだよね。よし、また柚木白が攻撃。なんかあれだね、体感としてはそんなに攻撃力上がったって感じしないね。5上がったけどダメージとしては変わんなかった気がする。神はもう一回盗む。小瓶になっちゃうかな。仕方ない。神もちょっと一旦倒しておこう。あとは攻撃で。こういうのね。そうだよね。え、盗む。お、魔法の小瓶か。やっぱ小瓶しかダメかも。低確率でスライムゼリーかもしれない。それか、連携技で取れるものなのかな。確率はやっぱ低いね。光ってる。なんだろう、鉱石っぽい気がするな、あそこ。ん？なんだこれ。あ、あー、なんかいたな、こういうの。なんとかピーみたいなやつじゃなかったっけ。あの鳥。違ったかな。あ、やばい。体力はまずい。ちょっとね、薬草で回復してあげよう、ゆずきしろ。うん。先に回復。なんとかピーかな。ちょっと見てみよう。で、火炎切り。メタッピーだ。うん。やっぱなんとかピーだったね。メタッピーを倒す。なんかメタッピーあたりは、なんか、いい素材取れそうだね。ただちょっとね、厄介だな、敵が。で、神も回復してあげよう。神結構体力あるね。神はね、ちょっとメタッピーぐらいまで倒そう。よし。メタッピー高いね。神の攻撃8しかダメだったから。え、スモーク。うん。お芋スライム先に。どうせ回復するだろうから。いけ。よし、オッケー。じゃあね、スモーク。盗めないかな。チャンスはもう、あ、削っちゃった、ゆずきしろ。神のチャンスは増えたけど。盗めないよね。良さを先にあげないとだね。もう一回、これで終わりだ、神。ダメか。死んじゃうもんね。2回攻撃すると死んじゃうから。さあ、しっかり叩く。お、メタッピーが何落とした？あ、瞳孔石。よかった、嬉しい。あ、何これ、コウモリの羽。コウモリの羽か。確かに助かるね。コウモリの羽だったら、もしかしたらなんか帽子とか作れるかもね。なんかおしゃれな帽子的なものがなんかいけそうな気がする。ちょっとメタッピー A に攻撃しとこ。
あメタピピオラか、素早さが上がるから先制攻撃されやすいんだよね。あそっか、避けるのにもあれか、ピオラ、うわー、いや髪もなんかあれだよね、こうダメージ系のさ特技覚えたいね。ちょっと言うときしろがまずい。意外となんかさ防具が弱いせいなのかな、体力が敵の攻撃痛すぎやろっていうのはちょっと食らって言いますけど、なんかメタッピ、いやどっちがいい、インプにしとく、インプ倒す、なんかピオラ使われてたし、でもやっぱりちゃんと2人で攻撃すれば早いね。さあでもそろそろ柚木城レベル上がんないかな、さっきカミュがレベル上がったけど、最初の一撃だ、よし OK、 だいぶオーバーキル気味に倒した。ん、あさっき柚木城が上がってたのか、カミュだ次は、うん、よかったレベル上がりました。ん、ジバリア、なんだろうな、お連携技だこれは、火炎陣を覚えたと、助かるね。でもな、だいたい盗むにしちゃうからな、一応ちょっとスキルの割り振りも見てみよう。カミュがね、これ神技で、あれだよね、三河市じゃなくてこれ清さ8か、で柚木城は2だもんね。一応2つ覚えてるか、片手とあれか、こっちの勇者関係のやつ、ここもねちょっと上げたいね。ただねちょっとポイント足りないな、やっぱもうちょっと貯めるしかないと。ね、この先はこっちの方かな、ちょっと先にこっちから来たんだったかな、あ宝箱違う、なんか迷子になっちゃいそうだね。あ一番最初に見たところだ、これスモークがいるんだ、倒しちゃう、2体いるスモーク、よしじゃあ1体はちゃんとね確実に攻撃して殺そう。 B、 じゃあ先に B を倒そう。柚木城の体力がさ、なんかね体力低いね主人公、あれかな、カミの方が体力ありすぎなのかな、カミちょっと盗んで盗めない、まだスモークから盗んだことってないよね、あカミだった、やっちゃった、殺しちゃった、ああ仕方ないね、倒しちゃいました。でちょっと柚木城がねあまりにも体力がなさすぎて悲しみ、さあ宝箱を守ってるスモークを倒して、1体だ、うん1体だったら簡単だね、よし行け神、なかなかかっこいいところは見せられないね神、あ炎のやつだ、お、神よ、来た。ただね、今じゃなかったな、神よ。もう一回特技。でもこれで柚木城がいけるかな。お、ダメか。次の試合とかかな。もう一回盗む、神よ。盗めない。あ、来た。やった。本当はさ、火炎のやつ使いたいけど、でも、お宝ハンター。あ、もしかして火炎のやつってお互いがあれを書いてないとダメなのかな、炎系の技入ってなかったね、いったか、なんだろうスモークからは、ちょっと耐えたくいいな、ん何が手に入ったんだろう、なんか清水系みたいなの持ってたよ、分かんなかったね、魔法の小瓶とかかな、神、あ清水だ、うん1個空いてたんだ枠、清水を落とすんだ、微妙だなあんこれは騎士団の服、ちょっと待って騎士団の服って、体これだ、うん守備力下がっちゃう、じゃあ神は体、おいけるよかった、に上がるよ、うん、魅力も上がる、まあ、かっこよくなるのかな、よかった、そうだね花ちゃんもかっこよくなるねって教えてくれてるね、さあこのニャンニャンボイスがねどれくらい入ってるのかな、お下だ、うんありがとう花ちゃん、今回もねしっかりとね助手の方がねお手伝いしてくれると、
メタッピーが倒れてんな。でもレベルもちょっと上げたいんだよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。